仏壇店でメリークリスマス。金箔が吹いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が定食、永田浩貴でございます。2018年12月の15日、今朝5時52分、今朝の朝動画でございます。実はですね、今日からですね、クリスマスイブまでお仏壇ご注文のお客様に、これ1個ですね、この昔懐かしいサンタブーツというんですかね、なんですかね、これほらお菓子が入ってますよ。ベビースターラーメンがいいな。あのこちらはほら ポップコーンとかいろいろ中にもいっぱい入ってますね。あのこれをですね、あのお仏壇ご注文のお客様に1個ですけどですね、サービスいたします。クリスマスイブまでですね。はい、あのやっぱあのあ それとですね、一つプレスリリースもいたしました。あのこれちょっと薄いから見えますかね。あのクリスマスイブの日にはですね、あのこうやってですね、あのケーキをお客様にプレゼントしております。あの小さいケーキですけどですね、これとても喜ばれるんですよ。で、一昨年やったかな、これご来店いただいて過去帳買われるお客様でケーキをプレゼント、寒い雨の日だったんですよね。そしてこのケーキを食べていただいたらば、うわ美味しかったって翌日来ていただいて、仏壇購入いただいたんですね。まあ、そういうこともございました。まあ、あのですからクリスマスまで仏壇店でございますが、あの一つですね、こういう形でですね、お客様にご来場プレゼント、これですね、こういう形でですね、仏壇店もメリークリスマスって形でですね、サンタブーツ、懐かしい、本当懐かしいですよね。あの昔買ってましたね。でこういう帽子かぶってですね、はい、まあ、そういう形でですね、まあ、あの非常に懐かしい。最近は前に比べるとどうかな、サンタクロ、あの前に比べるとクリスマスがやっぱあの電飾とかも減ってますよね。やっぱもう電飾とかもですね、あった方がいいですね。はい、では、まあ、それとですね、年金も出ますから一応今日から頑張りますので、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。はい、ではここまでこの動画を見ていただいて誠にありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。皆様の開運ご発展、心よりお祈り申し上げます。